はい、今日はですね、いただいてた質問にお答えしていきたいと思います。今日の質問なんですけども、Google マイビジネスについてお伺いします。写真の閲覧数は増えても、投稿の閲覧数はなかなか増えません。投稿までしっかり見てもらえるような対策がありましたらご教授していただきたいです。本当に貴重な質問ありがとうございます。はい、前川です。私はですね、半年間で売上合計2万円というもうどん底を経験しました。まあ、そこからですね、月300万の売上を上げれるまでに持っていったんですけども、まあ、そのノウハウをですね、今現在は一人一浪陰形を頑張る先生に向けてお伝えさせてもらっております。参加者の7割が100万円を達成する塾になっております。詳しくは説明欄をご覧ください。レーザーを出してやる。MEO のね、質問なんですけど、あ、Google My Business って MEO のことなんですよね。じゃあその MEO の、まあ、集客方法についてお伝えしていきたいなと思うんですけども、まあ、そもそも MEO ってなんじゃそらっていう部分もあると思うので、その部分からお話していきたいなというふうに思います。まずですね、まあ、検索僕たちはしていくわけですよね。例えば僕の治療院でいきましょうか。僕は岸和田という地域で、まあ、腰痛に特化してやっておりますと。じゃあ、岸和田腰痛で検索するわけですよ。そして、岸和田腰痛で検索したときに、まあ、こういう感じでね、画面が出てくると思うんですけども、ここに、こう、広告として出てる部分。ここは、まあ、PPC という広告ですね。PPC 広告。一回クリックすると、まあ、100円とか150円とかかかってくるんですけども、そうやってお金をかけて自分のサイトを見てもらうようにするのが、この PPC 広告です。そして、岸和田腰痛で調べたら、まあ、ここにバーって出てきてますけど、これが SEO ですね。SEO。調べた、ことに対して、まあ、適切であろうサイトをこうやって出してきてくれます。Google さんがね。な感じで出てくるのは、ここは SEO ですね。SEO 対策とか聞いたことある先生おられると思うんですけども、それは、ここで、ちゃんと上位に出すように対策しますよっていうものになります。で一応これ今、これ、プライベートモードで今までの検索とか全く関係なくやるようにしてるんで、まあ、純粋な結果かなと思うんですけど、まあ、ありがたいことに僕上に上がってるな、みたいな感じですね。はい。で、今日のテーマの MEO って何なのかっていうと、この岸和田腰痛で調べたときに、このマップで出てくる、マップで出てくる検索のやつですね。うん。で、今こうやって、このイント、このイント、このイント、まあ僕出てきてるよって感じですね。じゃあちょっとこれを見てみましょうか。さらに表示。まあ、こんな感じで出てくるわけですけども、まあいろいろな治療院があるわけですよ。岸和田。腰痛で調べて、それに関係する治療院。まあ、この、これぐらい出てきますってことで、なかなか多いですよね。で、ここ多いのはね、ここね、電車なんですよ、電車。電車ね、ここ。だから、この周りいっぱいありますね。本当に多いですね。で、その MEO の中に出てきてる、まあ、これも広告で、お金を払ってワンクリックいくらとか出てくるんですけど、ここは言ったら無料です。ここは無料。お金かけてないんで、何回見られてもお金かかんない。で、これ MEO 出てきてるやつなんですけど、まあ、これでね、自分の治療院の写真がよく見られるんだけども、投稿は見られないんですけど、どうしたらいいですかっていう質問だったと思うんですけども、まず見てみましょうか。じゃ、こういう感じで出てくるんですけど、どうですか見てもらって。わかると思うんですけど、それは投稿なんかなかなか見られないんですよ。だって出てくる順番がこうだから。口コミがまず出てきて。うん、で、まあ、ここに投稿になるんですけども、まあ、口コミメインでしょ。あとはこのちら、写真。ここに出してるのが一番見られるんで、それはしゃあないかなと思います。で、口コミ見られて。投稿は別に見ないかな。うん。ってことなんですよね。だから、自分がお客さん側になった時に見るか見ないかって言ったら、まあ見ないですって。まあ見ないですってってことですよ。だから僕自身はそこを別に気にしなくていいと思うんですよね。じゃなくて、なぜ MEO を出してるのか、なぜ自分は必死こいて MEO で投稿頑張ってるのかっていうと、結局のところ自分の印を、まあ、できるだけ上に出るようにしていって、結局のところですね、あ、こういうズクリニカルームっていうとこあんねや。ああ、なんか良さすぎな雰囲気やな、先生爽やかやな。まあ自分で言ってますけど。あ、こういう口コミ、ああ、そうなんや、良さそうやな、先生。いっぱい口コミあるし。じゃあ一回行ってみようかな。みたいな感じでこうやってクリックされるわけですよ。で、自分のホームページ見られるわけですよね。だから結局のと、投稿を見られたから言うて、別に投稿を見られた不運で終わったら意味がないんですよね。このサイトに連れてきて、そしてこのサイトで予約をしていくっていうのが本来あるべき目的だと思うんですよ。なので、別に投稿にこだわる必要はなくて、結局、見に来た人がどんだけ
サイトに飛んでくるのか、そしてサイトに飛んできた人がどんだけ予約につながるのか、そこの部分をですね、しっかり意識されたらいいかなというふうに思います。はい。なので、MEO でやっぱり予約を取っていきたいっていう思いでこの質問してくださったと思うので、僕からの回答としては別にそこはこだわらなくていいんじゃないですかと。まあ、投稿はその調子でしていかれたらいいと思うんですけども、はい。まあ、写真見られてるのはいいかなと思います。ただその写真見られてもどんだけ見られてるのかによるんで、だからその部分のね、数字もあればもっとね、具体的なお答えできるのかなと思うんですけど、僕としては、ちゃんとウェブサイトに飛んできてて、そこから予約取れるような流れを作っているのであれば、別にここ見られなくてもいいんじゃないですかっていうのが僕からの答えになります。参考になったでしょうか？ぜひですね、こんな感じでどしどし質問をいただけたらと思いますので、今後も質問、募集しております。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。